あの、宮迫さんがかなり懐事情が厳しくなっているっていうことが、ザクザクっていうニュース,ニュース記事であの紹介されてるんですけど、まああの焼肉屋をこうやろうとしているので、お金がなくなっていると。で、それも YouTube でネタにしていると。お金がないので時計を売ったりとか、なんかラファエルさんにこう、資金援助をこう求めたりとか、そういうのをネタにしているっていうことが、この記事には書かれてるんですけど、どうやら宮迫さんピンチになってきていると。 で、僕もこの YouTube で宮迫さんについて最初の頃ネタにしてたんですよね。宮迫さんが YouTube に来たての頃っていうんですかね。宮迫さんどうすんのやろうと。テレビ干されたけど、YouTube やるって言って、でどんな YouTube すんのかなと興味があったんですよね。で、僕も色々その,そのことについてネタにさせてもらったりしてたんですけど、これは単純に宮迫さんに興味を持ってたからなんですよね。でも、 YouTube をり出して、その YouTube をどんどんうまくいき出して、登録者数も150万人とか、こう、どん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 、こう、うまくいき出したっていうんですかね。そうなったからか、なんか、興味が全然なくなったんですよね。だから、この僕の YouTube でも宮迫さんについて触れるのはめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、やっぱり僕の中では、その宮迫さんっていうのは、ピンチになってくると、興味が湧いてくるっていうんですかね。注目したくなってくるというか、 宮迫さんちょっとピンチなんじゃなかろうかと。で、この焼肉店っていうのが、その、難しそうなんですよね。まあ分からないんですけど、以前堀江さんが YouTube で解説されてたんですよね。宮迫さんが焼肉屋をやるようだと噂に聞いてますよみたいな感じで。で、しかし、そのやり方ではうまくいかないんじゃないかと。ほぼ断言する感じっていうんですかね。今すぐやめた方がいいと。違うやり方した方がいいみたいなアドバイスを。 動画でされてたんですよね。もうものすごく理路整然と、なるほど、そういう理由なら、宮迫さん考え直した方がいいんじゃないかと、もう素人でも思うっていうんですかね。今すぐ辞めても借金がある程度あるかもしれないけど、別のやり方でやれば、うまくいく方法がありますよと。だから相談してくださいみたいな、そういうことも動画内でおっしゃってたんですよね。で、堀江さんは堀江さんで、焼肉、 店をやってるんですよね。経営してるんですよね。自分で。焼肉っていうか、肉業界の飲食業ですよね。多分、肉っていう広いジャンルで、広い視野で見てるんですよね。おそらく、堀江さんは。でも、宮作さんは、焼肉店っていう、なんか狭いイメージで、こう、見てるような、まあ僕の勝手な想像なんですけど、感じがするのかなとも思ったんですけど、まあどの道その、 堀江さんが言う通りであれば、宮迫さんのお店はうまくいかないと。だから、かなり、かなりピンチになるっていうことですよね。そうなってくると、がぜん宮迫さん輝き始めるんですよね。宮迫さんすごいピンチになって、YouTube 始めたんですよねそ。その頃すごく輝いてたんですけど、なんかうまくいき出すと、全然面白くなくなってくるんですよね、宮迫さんが。 でも、全く興味がなくなってしまうと。しかしまたちょっと宮迫さんピンチになってきてるんじゃないかとなってくると、お、宮迫さん今回どうやって乗り切るのかなと。そういうふうな逆に興味が湧いてくるっていうんですかね。かなり性格の悪い見方だと思うんですけど、これ、これ正直僕の場合そうなんですよね。宮迫さんに関しては、こう、ピンチになればなるほど僕は興味が湧いてきて、宮迫さんうまくいけばいくほど興味がなくなってしまうと。 まあ,あの、これも宮迫さんのキャラの一つというか、キャラクターの一つっていうんですかね。なかなかテレビに戻るっていうことは、あの、難しそうではあるとは思うんですけど、今後、この焼肉店というのがどういうふうになるのか、多少興味が湧いてきましたという、興味のない人にとっては全然興味のない話でした。以上、芸術を僕は、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。